マンスリートークセッション。皆様、本日はお忙しい中、宇都宮健二氏、海戸雄一氏、竹村秀明氏によるオンライントークショー、原発を止める、3.11 から10年、脱原発とクリーンエネルギーの現在にお越しいただき、誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます、清水雄大と申します。で、最初にですね、まずこの番組の簡単な紹介をさせていただきます。で、この宇都宮健二 YouTube チャンネルでは、うつ健マンスリートークと題しまして、ほぼ毎月、定期的にゲストをお招きして YouTube 上で、トークショーを開催しております。番組を見てよかったと思われた方はですね、ぜひともチャンネル登録あるいはですねスーパーチャットによるご寄付の方をお願いしております。で、さて次にですね、本日の登壇者の、経歴を手短に紹介させていただきます。まずは本日のゲストの海戸雄一弁護士の紹介をいたします。大変多様な領域でご活躍をされていらっしゃいますけれども、本日の話題からすれば海戸雄一弁護士は脱原発弁護士団全国連絡会全国連絡共同代表脱原発法制法制定全国ネットワーク事務局長を務められており、弁護士の立場から精力的に脱原発運動に関わり続けていらっしゃいます。では次にですね、竹村秀明さんの紹介をいたします。国会議員秘書や環境 NPO シンクタンクにお勤めの後、2014年に市民電力連絡会を設立され、その後2017年に電力小売りのグリーンピープルズパワーを設立され、両方の団体でトップを務めていらっしゃいます。竹村さんは脱原発に向けた再生エネルギーの普及にこれまで尽力されていらっしゃいました。では最後に宇都宮健二弁護士の紹介をいたします。ご存知の方も大半だと思いますが、宇都宮さんは弁護士として長年クレジットサラ金問題で苦しむ多重債務者救済のために活動をされていらっしゃいました。同時にクレサラ問題の背景にある貧困問題の解決に向けた運動に長年携わっていらっしゃいます。反貧困ネットワークの代表を務めていらっしゃいます。本日はですね、2011年の3.11 の東日本大震災、そして福島第一原発の事故より10年経った今、私たちが脱原発に向けた道のりのどこにいるのか、そして今後の課題は何なのかをお伺いしたいと思っております。最後にですね、簡単に本日のタイムテーブルをお伝えします。まず最初にですね、海戸さん、竹村さんにこれまでの運動との関わりを手短にお話ししていただいた後、次に海戸さんからは原発訴訟の最近の原発訴訟のお話を、そして竹村さんには再生エネルギーの現在をお伺いし、最後に宇都宮さんを交えた3人で提談をしていただく予定です。また最後に質問の時間を設けておりますので、質問のある方は適宜、YouTube のチャット欄の方に、お書きください。それでは宇都宮さん、海戸さん、竹村さん、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあこれでいいですかね。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました弁護士の宇都宮健二です。今日はうつ健マンスリートークのテーマ、原発を止めるというテーマです。このテーマに大変ふさわしいゲストとして海戸弁護士と、竹村さんをお招きしております。ちょうど今から10年前はですね、私は日本弁護士連合会の会長をしてまして、その時にこの東日本大震災と福島第一原発事故に遭遇したわけです。で、その日弁連会長をしてた時に事務総長をお願いしてたのが、海戸雄一弁護士でありまして、海戸弁護士は後からもお話があると思いますけど、原発問題の専門家でありまして、
海藤雄一弁護士が日弁連の事務総長であった結果、日弁連としてはかなり的確な、原発政策、被害者救済政策を出したんじゃないかと思っております。福島原発事故から10年が経ちましたけど、皆さんもご承知の通り、福島第一原発の、核燃料デブリの取り出し、全くまだ10年経っても手がつけられておりません。それから汚染水が、年々増え続けております。まあ、今3月25日から、聖火リレー、オリンピックの聖火リレー始まりましたけど、安倍首相がこのオリンピックを招致するときに、福島第一原発はアンダーコントロール下にあるというような大変な大嘘を言ったわけですけど、とてもアンダーコントロールなんとは、などとは言えない状況で、あると思います。で、それから最近コロナに関して緊急事態宣言が、発せられてますけど、まあ、つい最近、東京に関しては緊急事態宣言が解除されましたけど、また感染者が増え続けて、リバウンドが、起こってます。この緊急事態宣言ですけど、実は原発に関しても原子力緊急事態宣言が原発事故の直後に発せられて、この緊急事態宣言は解除されないままずっと続いてるんですね。で、こういう緊急事態宣言下にオリンピックなんかやっとっていいのかという問題は、あると思いますけど、今日は原発を止める、そういう観点から、海藤弁護士、それから竹村さんから興味深い話が聞けると私も楽しみにしております。それでは最初に海藤弁護士の方から、この反原発活動をに取り組む きっかけですね、始めることになったきっかけ、それから大まかな反原発活動、こういうことを最初に話していただきたいと思います。海藤さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうだいぶ昔のことになるので、思い出しながら話しますが、僕が原発の問題をやろうと思ったのは大学の3年生の時、だから、1976年かな、その頃に、いろいろ環境問題を勉強していて、弁護士になって原発問題やろうというふうに思ったと思います。で、その後1979年に司法試験に受かって81年から弁護士になるわけですけども、最初からそういう事件がやれそうな事務所を一生懸命物色して、そういう、まあ、今の東京共同法律事務所に、1981年の4月に入るんですが、ぴったしですね、その、まあ、1981年の4月に、宮崎県の日向に設けられていたウラン濃縮研究所の訴訟の依頼というのが私どもの事務所に来ました。それがだから、僕が最初にやった原子力に関する訴訟で、だから弁護士になったその月からやってるという感じです。その後文殊の訴訟であるとか六ヶ所村の訴訟、それから、浜岡原発の訴訟、そして大間の原発の訴訟、まあ、たくさんの訴訟をやりました。それから実際に事故が起きてその再稼働を認めるかどうかというようなことが問題となって、これは竹村さんからのが原告団代表だったと思うんだけど、福島第二原発の3号機で、再循環ポンプが大事故を起こしてそれの再稼働を止めるというので株主が原告になって、そういう訴訟を起こすというようなこともやりました。まあ、そういう意味で、考えられること何でもやったというか、あと原発労働者の人のその白血病にかかった方の防災の申し立てと、これ浜岡原発で働いてた方でしたけれども、そういう事件もやりましたし、 JCO 事故で、その被爆した人の健康被害の訴訟などもやりました。まあ、これらは労災は認められたんですけれども、住民の健康被害の方は最高裁まで争って認められなかったというようなことで、まあ、この 3.11 前に僕は、まあ
絶対勝ちたかったけれども勝てなかった事件というのが、まあまあ、たくさんあるんですけれども、特にやっぱ文殊の最高裁で勝てなかった、高裁で勝てたんだけれどもその後最高裁でひっくり返されてしまった、このことが本当に悔しく思います。それからもう一つ、浜岡原発、これは2007年、に判決をもらってるんですけど、2007年の10月26日、今でも日付を覚えてますが、絶対に勝てると思った判決もらったら負けてしまった、僕はやっぱりこの浜岡原発訴訟で、原告が勝っていればですね、全国の原発の地震や津波対策というものをもっと強化しなければならないという形になって、その結果、津波対策を全然やらないで過ごしていたような福島第一原発のような問題は起きなかったんじゃないか、まあ、そういう意味でも我々の力不足というか、まあ、悪かったのは裁判所なんですけれども、その原発事故が起きたその瞬間にですね、非常に、まあ、悔しい思いをしました。まあ、その後、3.115 の新しい原発訴訟を起こそうということで、脱原発弁護団の全国連絡会というのを作って、まあ、これは河合さんと僕が代表なんですけれども、日本のすべての原発、まあ、ほぼすべてになっていると思いますが、について再稼働を止めるような訴訟を起こしていくと。で、3.11 前にはですね、原発を止める判断というのは、文殊の高裁判決と、志賀原発についての2度判決、まあ、この2つしかないんですけれども、それ以降ですね、もうすでに7つ、原発を止めるという判断が出てます。まあ、7つ多いか少ないか分かりませんが、でも、つい先だっても、東海第二原発について、運転を差し止めるという、そういう、判決を水戸地裁で受けることができましたし、去年にはですね、大阪地裁で、これは大井原発についてですね、設置許可が取り消さなければいけないという、そういう行政訴訟の勝訴判決も得ることができた、まあ、そういったものがどうして出てきたのかといったことは、後の、セッションの中でちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、少し最初の話で少しだけまとめて言うと、僕としては原発訴訟、やっぱり 3.11 が起きる前はですね、なかなか勝てない、本当に初めて見たものの、原発はその我々が生きてる間には全部、停止させるのは難しいかなというふうに思った時期もありました。でもまあとにかく諦めずにやり続けようというふうに思ってやっていたんですけれども、今やっぱり、あれだけの大きな事故を起こして、国民の意識も変わりましたし、まあ、何よりもですね、原発なんかなくても電気は作れるんだなということが、国民みんなに分かってきて、こんなややこしい、事故を起こしそうなものじゃなくて自然エネルギーで電気を作ればいいじゃないかということが、まさに国民の常識になって、まあ、そういう状況の中だからこそ、原発訴訟で、時々勝てるような状況になってきてるんじゃないか。原発を止めるためには政府の施策、法律、そして司法の判断、地方自治体が再稼働を認めないとか、まあ、いろんな手段があるんですけれども、まあ、全てのそういう手段を動員してですね、もう今でも日本の原発は動いているのは9基だったと思います。9基といっても動く可能性のあるものだけで9基で、実際にはそれも全部動いてないというようなことで、本当に原発はかなり止めることに成功しつつあるというふうに思うんですけれども、司法の力、そして市民の力、国会でも議論してもらう、そして地方自治体でも頑張る、いろんなことを通じて、原発を止めていく、その活動の一翼を担いたいと思っています。簡単ですけど、まあ、最初のお話はこの程度です。どうもありがとうございました。まあ、海藤さんが話された通り、そう、世論が随分変わってきてますよね、3.11。そうですね、変わりましたね。最近の3月22日付の東京新聞は、東京新聞と地方紙14紙が連携したアンケート調査をやったところ、脱原発を望むという回答が8割超だったということで、そうですね、まあ、そういう世論の変化というのは大きいと思います。それでは、この原発を止める上で、海藤さんがやってるような、原発の差し止め、再稼働の差し止め、裁判という直接的に止めるという、運動なんですけど、
実はその原発に代わるですね、再生エネルギーの普及というのも、大きく言えば原発を止めるものの一翼だと思いますので、その運動に、携わっている再生エネルギーの普及の活動をやっている竹村さんから、そういう電力会社立ち上げのきっかけとか、こういう活動に取り組むきっかけについてお話をいただければと思います。竹村さん、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、竹村です。それじゃあ私の方はですね、ちょっとパワポを立ち上げさせていただいて、それで話をしたいと思います。これかな、はい、見えますでしょうか。はい、見えます、大丈夫です。で、今日は新電力事業と、日本のエネルギーというそういうお題をいただきましたので、それでちょっと構成してます。それで、一番最初はちょっと10分ぐらいでこのグリーンピープルズパワー GPP と書いてありますけど、立ち上げのきっかけという話をですね、中心にしていきたいというふうに思います。で、いろんなところで話をする上で、こういうちょっと一枚もののパワポを出してるんですけども、1970年から2030年までの矢印になっていて、今2021年ということで2020年のちょっと先に、来たというそういう感じなんですが、かつて日本は世界の最先端だったというふうにこう書いてます。で、1970年代に、NEDO というのができてですね、で、日本というか世界の太陽光発電とか風力発電の先駆けっていうのはこの日本で全部開発されたというそういう経緯があります。で、不幸にして日本ではその後に、原発を中心にしていくということで、そういったNEDOの成果っていうのはですね、ほとんど、お金が投入されなくなってですね、世界に流出していくというそういう歴史になってしまうわけです。で、私自身のですね、ちょっと歴史をこの矢印の中で、示すとですね、1990年ぐらいからですね、国会との行き来みたいなことが始まって、いろんな情報をですね、やはり持つことが政策に対する、あるいは新しい、社会を作っていくための重要なツールだと思うんですが、どこに一番たくさん情報があるんだろうというふうに、若き頃ですね、探してたら、やっぱ国会に行くとなんかいろいろある。で、国会議員が資料を請求するともう宝のように資料が出てくるっていうそういうことを知りまして、それで国会とのやり取りをしていて、で、1992、3年ぐらいにですね、国会議員の秘書にもなったということがあるんですけども、で、その頃ですね、会頭さんともですね、知り合いました。ここには書いてないんですけど、1989年に、福島、これも東電ですけど、福島第2原発の3号機っていうのがですね、再循環ポンプの事故っていうのを起こして、それに対しての株主代表訴訟っていうのをやるっていうので、さっき会長さんが言われていたそういう取り組みで初めて会長さんと会ったのかなっていうふうに思います。で、その後にですね、この大体2000年、ここにグリーンピースと書いてあるんです。ちょっと3年ぐらいグリーンピースで、お世話になるんですが、その時もですね、ここの理事長を海田さんがされていて、ここでも縁があるんですけども、1998年に、海田さんのお連れ合いの福島瑞雄さんが、国会に参議院として当選されまして、それで理事長からですね、お前秘書に行けというふうに言われまして、それで国会にここで戻されましたっていうそういう経緯があります。で、そこで何をやろうかということで、取り組んだのがですね、その原発反対はもちろんなんですけど、さっき、宇都宮先生が言われてたように、それに代わるエネルギー、それをきちんと揃えることがで
ですね、実は原発を終わらせていく道だというふうに思いまして、自然エネルギーというふうに呼んだんですが、今再生可能エネルギーというふうに、大体言われてますけど、同じ意味です。自然エネルギー、自然のエネルギーですね、自然エネルギー促進法というですね、そういう法律を作って、まあ、再生可能エネルギーを増やしていこうという、でそれを、法律を作るためには、あの国会議員をたくさん集めなきゃいけないということで、自然エネルギー促進議連、議員連盟っていうんですが、それを作ることを、福島さんに提案をいたしまして、で、いろんな人をですね、今そうですね、エネルギーの世界で活躍している、たくさんの人たちがですね、集まってきて、まあ、あの飯田哲成さんとかですね、大林美香さんとかですね、名前を言えば、あの人たちかっていうふうに分かる人たちが、集まってきて、で、まあ、特に飯田さんの発案でこの法案が、出来上がったという、そういう経緯があります。で、2000年にはですね、その法案の提出をしようとしたんですけど、ここもすごい戦いだったですね。で、自民党の議員も100人ぐらい入っていて、公明党も50人ぐらい入っていて、そういう意味では与党の議員が結構たくさんいたんですけれども、まあ、電力会社がもう、必死になってこれを潰そうということで、作戦がですね、向こうの、あの似たような名前の自然エネルギー促進法みたいな、そういう法律を作りまして、自民党側をですね、まあ、これでいいじゃないかということで丸め込んで、我々の法案が潰されるという、まあ、あの非常に勉強させてもらったんですが、そういうやり方があるのかということで、まあ、あの非常に貴重な経験をしたわけです。ただここで、その自然エネルギー促進法ができてたら、まあ、ドイツに並んでですね、日本でフィット法がスタートしていたということになります。あのところがそれができなかったために10年遅れた、あるいは実質的には10年以上ですね、ドイツに立ち遅れると、そういう歴史になったわけです。で、その後、あのもう国会でですね、結構戦ってもですね、こうやってやられるんだということだったので、一回外に出て、外で実際に、まあ、あの発電事業をやろうということで、ここあの飯田さんが作ったあの環境エネルギー政策研究所というところに行って、そこから飯田氏に派遣、してもらってですね、飯田氏お日様事業という、こういう事業をやります。で、そこであの再生可能エネルギーの、どういうふうに作っていくかというあの事業ノウハウ、これをあの学んで、そして、まあ、その後ですね、3.11 が起こった後に自分の発電、会社、イージーパワーというそういう会社を作るわけです。で、本題のですね、じゃあなんで、電力の小売かというそういう話ですけれども、要はこういうことですね。あれ出てこないじゃん、はい、よいしょ、発電事業だけではきっと再エネを作れなくなると思ったからっていう、結局日本の政治っていうのは絶対に再エネ潰しに来る。で、再エネはすごく力があるんですけど、まあ、いろんな形で、まあ、ある程度で頭打ちとかですね、そういう形になるだろうと。で、電気ですからそれを買うという、事業があればですね、自分が買うんであれば、これは売れますから、そういう発電と、まあ、電気を小売りする会社と、で使うのは消費者、市民ですから、その市民、その3社を自分たちがやってればこれ回るじゃないというふうに、実は思ったんですね、はい、ということで、今はあの3つのことが進行しているという話をして、ちょっと1回終わろうかなと思いますが、実際にですね、邪魔が入ってるわけです。で、再生可能エネルギーはもう世界的に、ものすごく安くなっていて、で、もう世界で、もう毎年エネルギーのトップですね、あの新しくできるものの中では、そういう状況になっているんですが、日本では若干状況が違う。その大きな理由は、あのまず1番、送電線に再エネをつながない、これ究極ですね。電気を作る機械はですね、あの送電線につないでもらえないと仕事ができませんということは、まあ、誰もお金をそこに投資してくれないので作れないということになります。そして、あの 3.11 後にですね、まあ、10年遅れてできたフィット法ですけど、もう終了です。2020年で事実上の終わりというのを、政府はもうあの決めてしまいました。
そして3番目に、再エネを電力市場から締め出す、あの電力自由化と言いながら、その自由化の中で、新しい再エネを締め出す市場というのを作ってですね、何としても再エネの邪魔をしようというふうになっているわけですね。で、その中で、私たちとしては、活路としてはですね、自分たちでこの発電所を作って、そして、自分たち消費者いるわけですね。これ再エネの電気を使いたいという人は山のようにいるわけですから、その人たちをつなぐ、そういう小売会社をやっていこうというふうに思って作って、で、これちょっと大変だったんです。初めは右も左も分からなかったんですけど、なんとか苦労して、あの経産省から小売ライセンスを取って、事業をやるというところまで来ていますということで、終わり。あ、これはちょっと後で、ここから説明をしたいと思います。ここまでで一回時間ですので終わりたいと思います。はい、よいしょ、よろしいでしょうか。竹村さん、どうもありがとうございました。それでは最初は大まかな海藤さんが反原発活動に携わるきっかけ、この間の流れを話してもらいましたけど、最近 の東電の刑事裁判で見えてきたこととか、海藤先ほども触れてましたけど、3月18日には東海第二原発の差し止め訴訟で住民側が主張訴をしましたけど、その辺 の原発訴訟の現在の状況とか展望等について、話していただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。ちゃんとしたパワーポイントを作ればよかったんですが、とってもとっちらかってるような話でですね、決定、ちょっと最近出てる原発の決定、こんなぐらいあるんですね。ちょっとこれ見ても全然わかりませんけれども、2014年に福井地裁で樋口地裁判決と言われている大飯原発を止めるという判決が出ました。それから2015年に やっぱり同じ樋口裁判長によって高浜原発についての仮処分決定というのが出ます。それから2016年にはですね、やっぱり高浜について、大津地裁で、これは山本裁判長という方ですけれども、止めるという決定が出た。で、これらは全部、主として地震がポイントになっている決定だったと思うんですが、2017年に広島高裁で、これは伊方広島仮処分と言われている事件ですけれども、これは火山の問題でですね、その阿蘇山の噴火が起きたときには、伊方原発も火砕流によって飲み込まれてしまうという、そういう場合には立地不適になるんだという、そういうことを言って止めてくれた。これは非常に新しい論点だと思います。それから2020年の1月、去年の1月ですね、やっぱりこれ広島高裁は結構我々勝っていることが多いんですけれども、これは火山灰の対策がちゃんとできていない、それと、地震を起こす断層についての判断が誤っているというような理屈でもって、原告側が勝った。ただこの事件は残念ながら、3月18日にですね、広島高裁の異議審で覆されてしまいました。同じ3月18日に、これは東海第二原発ですね、東海第二原発について、前田さんという、女性の裁判長ですけれどもが、今度は避難計画、要するに合理的な避難計画というものが立案できないと、周辺自治体もその避難計画の立案をむしろ諦めているということを理由にしてですね、避難計画立てるのは自治体の責務になってるから、電力会社からすると自分たちにはどうしようもないっていうふうに、いうところだろうと思いますけれども、でもそういう危険性がある以上は、人格権侵害の具体的な危険があるんだということを言って、差し止めの判決というのを出した。本当にこれも、画期的な判決だったというふうに思います。こうやって見てみると、3.11 後の原発裁判というのは、およそ3つぐらいの領域、
原発を襲う地震動ですね、こういうものがちゃんと想定できてないんじゃないかということと、火山の爆発、まあ、火山の爆発も最近いろんなところで火山が爆発しつつありますけれども、火山が大爆発を起こしたときにきちっとした事故対策ができていないという問題、そして避難計画の問題、まあ、これらを中心に争われているということが分かっていただけると思います。でもう一つですね、今宇都宮先生からお話があった、実際に起きたこの東電 その福島第一原発事故の責任、まあ、国の責任、そして東電の責任、そういうことを争っている裁判というのがいくつかあります。損害賠償の裁判もありますし、まあ、それは東電と国の責任を問うている事件があります。それから、東電の幹部たち、当時の勝俣社長であるとか竹黒取締役、まあ、副社長ですね、武藤副社長らの責任を問うている東電刑事裁判というものもあります。僕はこの刑事裁判はその当初の刑事告訴の段階から関わっていて、一旦不起訴になるんですけれども、検察審査会で不起訴決定を覆して、強制起訴、まあ、2回検察審査会の決定を取って、ようやく裁判が開かれた。で、まあ、ここで出てきたその証拠でですね、非常にはっきりしてきたことは、今回 その福島第一原発を襲った津波というのは十分予測されていたということですね。東電自身が実際2008年の段階で計算をして 15.7 メートルの津波が来るというふうに予測していて、実際に来た津波は15メートルなんですね。まあ、しかしそれについてきちっとした対策を講じなかった、そのことによって事故が起きたんだということで、民事責任、刑事責任、そして、その対策を取られなかった国の責任というものを問う裁判が続いています。でこの裁判は、まあ、我々がやっていた刑事裁判の方は2019年の9月に、無罪判決というものが出てしまったんですけれども、今高裁にかかっていて、間もなく高裁の審理が始まるところです。でもう一つ、その国と東電の損害賠償責任を問っている事件、これ全国にたくさんあるんですけれども、一審の裁判が終わってその高裁段階でですね、最近3つ非常に重要な判決が出ました。一つが、まあ、去年の9月に出た生業訴訟の判決というもの、それから、今年の1月群馬訴訟の判決、そして 2月の段階で、千葉訴訟の判決というのが出ました。2勝1敗、要するに国の責任を認めたのが生業訴訟と千葉訴訟の高裁判決、国の責任を否定したのが、群馬訴訟の、高裁判決ということで、そのいずれもがですね、最高裁に継続する形になっています。したがって間もなくですね、最高裁判所で、この原発事故というものに発生に国の責任があるのかどうかということについての判断が示されることになります。この裁判もですね、実は過去にあったことの責任を問うている裁判ではありますけれども、国の責任でもってこの事故が発生したということをはっきり歴史上の事実として確定するということは、将来の原発事故を発生させないためにもう原発をやめていくという大きなその流れにつながるだろうと思います。そういう意味では、高裁で2つ勝っていて1つ負けている状態で最高裁にかかっていて、この原発損害賠償訴訟の上告審、最高裁でどういう判決が出るかということが、まあ、非常に、注目されるところというふうになっているわけです。私はやっぱりこの損害賠償訴訟で、最高裁で、勝つということは、脱原発に大きく一歩進めることができる極めて重要な課題になっているんじゃないかなというふうに思います。でもうちょっと話していいんでしょうかね。ここでですね、ちょっとその原発訴訟に関して、
伊方最高裁判決というのがあります。伊方最高裁判決というのは1992年に出た判決ですけれども、伊方の原発に関するその訴訟というのは京大の原子炉実験所 の、 その科学者たちも手伝ってですね、非常な科学論争として行われたわけですけれども、一審のその判決が出た直後にですね、スリーマイル島の事故が起きたり、そしてその後チェルノブイリの事故が起きたりしてですね、原告に有利な判決が出るかもしれないとも言われたんですけれども、最終的に結果としては負けてしまったんですが、92年に出されている最高裁判決というのは、いい点もあれば悪い点もある、なかなか複雑な内容を持った判決となっています。この判決をどう見るかということが、今原発反対運動の中でも大きな討論のテーマになっているんですけれども、ちょっと簡単にご説明しますと、伊方判決はですね、原発の安全審査というのは、万が一にも事故を起こしてはいけない、万が一にも事故を起こしてはいけないと、そういう、高いレベルの安全性を確保するために行っているんだと。そして、その設置許可をした段階での科学的知識ではなくて、現在の科学知識に照らして、欠けている点があるとしたら、それはその差し止めをしなければいけないんだ。そして、誤りがあるだけでは難しいんですけど、看過できない、見過ごすことのできないような誤りや欠落が認められるときには、原発 の、 その設置許可を取り消せるんだと、こういうふうに言っています。そして、その訴訟における立証責任というのがあるわけですけれども、原発については国や電力会社がほとんどの証拠を持っていますから、国や電力会社の方が安全性を立証しなければいけない、原告側は問題点を指摘するということで足りるんだという、そういう立て付けになっています。しかし悪い点もあってですね、設置許可にあたって細かいところ、基本設計でなくて詳細設計にわたるようなことは訴訟のテーマにならないとかですね、行政の判断には、広範な裁量権が認められている、その従ってその行政の裁量権を尊重しなければいけないんだというようなことも書かれています。そういう意味で両義的というかですね、いかようにも取れる部分はあるんですけれども、この間出ている先ほど、7つ判決があるというふうに申し上げましたけれども、7つの判決の中で、福井地裁 の、 樋口さんの出された判決は伊方最高裁判決のことは引用していません。むしろ生身の原発に安全性が欠けてるっていう判断を裁判所がしたというような形になってるんですが、それ以外の判決については伊方最高裁判決の基準に基づいて判断して、看過しがたい過去欠落があるから安全性に欠けてる部分があるというふうに認定しています。脱原発弁護団の中でもですね、この伊方最高裁判決をめぐっては意見が割れていて、この判決自身はもう否定しなければいけないんだということを力強く言っている人もいるし、いや、その最高裁で勝つためにはやっぱりこの判決の枠組みに沿って我々も一生懸命立証して勝利を確実にしなければいけない、どちらかというと僕はそちらの方の意見なんですけれども、そういう意見と両方の意見が対立とまでいかないんですけれども、その2つの考え方があるという状態になっています。で、そういう状態の中で、最近起きた重要な判決が、大井の原発の差し止めを認めた大阪地裁の判決、ちょっとこの判決だけ少し簡単に、説明をしてみたいと思うんですけれどもこの大井の原発 の、 差し止めを認めたこの大阪地裁の判決というのはですね、裁判所自身がその原発がどれくらいの大きさの地震動に耐えられなければいけないか、基準地震動というんですが、これを定めるときに、その策定方法の中に含まれているその、ばらつきというものを考慮しなければいけないんだというふうに言っています。で、それがそういうふうに、規制委員会も言っていたのに、それをきちっと踏まえた検討がされていない、
そこに審査の欠落があるということを認めたわけです。このばらつく条項というのは、実はもともとはなかったんですけれども、3.115 に付け加えられていて、そこに非常に重大な意味がある。そして裁判所はこの条項に基づいて検討した経過を説明してくださいというふうに、電力会社側に言ったんですけれども、それに対して十分な答えを言わなかったといったことで、被告敗訴、原告勝訴判決というものが出されたという形になります。で、もう一つですね、最近勝ってる事件で、水戸地裁の判決ですけれども、水戸地裁でも実は地震動の問題であるとか、そういうものも主張していたんですが、そこの部分については、やっぱり国の判断のに裁量権があるということで、ここに欠落、過誤はないというふうに認定しているんですけれども、原発の安全の中でですね、仮に重大事故が起きたときにも、きちんと、避難できる、そういう、深層防護の第5レベルっていうんですけれども、ちょっと言葉が難しいですが、その部分が非常に重要なんだと。しかし、この原発はですね、水戸市もすぐ近くにありますし、この30キロ圏に94万人もの人が住んでると。で、94万人もの人が事故が起きたときに、効果的に避難するという実現可能な避難計画、これを実行できる体制が、整えられているというには程遠い状態がある。そういう区域内に居住する原告には、人格権の侵害の具体的な危険があるんだというふうに言ったんですね。で、その前段のところでは、こんなに人口密集地にそもそも原発を建てていいのかと、言ったこともはっきり、疑問を呈されています。そういう意味でこの判決我々が提起していた地震動の問題であるとか火山の問題などについては我々の主張は認められなかったんですけれども、やっぱり原発事故が起きたときに非常に大きな被害、避難の過程でも人がたくさん亡くなったといったようなことも、我々主張していたわけですが、そういうことが、基盤になってこういう判決が出ているのではないかなというふうに思います。簡単ですけれども、最近の判決例のことを少しお話ししました。はい、どうもありがとうございました。回答さんの説明で、どういうことが争点になっているかというのは、はい、あらかた明らかになってきていると思います。それでは竹村さんの方から、今のその再生エネルギーを利用した電力市場がの発展を阻害するような、仕組みや、問題点、それからもし再生エネの電力を普及させる、そういう電力会社を広げていくとしたら行くための展望等について話していただければと思います。竹村さんお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、先ほどの話の続きからちょっとやりたいと思いますが、さっきですね、苦労して、私も小売電気事業者になりましたというそういう、話をしました。そして、今電力自由化の時代で誰でも電力会社になれるようになってるんですが、これは理想の形ですね。再エネの発電で再エネの小売会社が再エネの消費者に電気を供給する。でただここにちょっと色の違うのがありまして、これはもともとの東電とか関西電力とかそこが持っている送電線なんですね。でこれがないと電気が送れないということで、ここに、この電力自由化のですね、なかなか問題が凝縮されてくるということになります。でちょっとこういうふうになるんですが、実はここはもう誰でも使っているわけで、色の黒いのはですね、東電の電気だというふうに思っていただいて、小売会社が東電だと。で、ここがこういうふうに、もう電気を使っているわけで、こう他のいろんな会社も全部使っていると。でここにですね、実は、JPEX、今回ですねちょっとお題をいただいた、1月の電力のですね市場価格高騰というものの原因を作った市場、電力の市場ですね、電力市場が、あるということなんですね。で、まず
構図として電力の8割は旧一電と書いてあるのはですね、東電とか関西電力とか、まあ原発を持っている電力会社のことです。で、大きいわけですね。そこがあの8割の発電を、今でも握っているわけです。そしてこの市場には少しだけ出すと。で、こっちの小売会社ですね、特にここには新電力もあるわけですけれども、新電力の方はですね、ここでほとんど買い付けをするという構図になってます。ですからそこの電気がですね、まあ市場に並ばなくなるとこっちが非常に困ると、そういう構図があるわけです。ここが大きな関所で、最後に出したのはこの全体を統括していることになっている電力広域的運営推進機関というので、ここがまあ全体を見ているということになってます。で、あ、そうだ。で、これはですね、あのちょっとあの宇都宮先生の方に、まだお渡ししてなくて、今日午後にですね、ちょっと他の、出版社からの依頼があって、作っていた図で、これちょうどいいかなと思って、作りました。この電力自由化の中で、これはあの、もともとはこの発電と送配電と小売が一体だったんですけど、これが一応自由化ということで分けられた。で、こういう4つに、消費者まで入れると4つに分解されたということになるんですが、実はこんな感じになってまして、この旧一電の発電が非常に大きくて、JPEX というところに少しこっちから来る。で、新電力が使っている発電もここを通って入ってくる。で、まあ、言ってみれば、この、全体からすると小さいんですけど、JPEX というものを通ることによって、こちらは電気を消費者に供給できるという、そういう構造になってます。ただ、ここに直線の、まあ、矢印があります。こっちも直線の矢印があります。これはこの発電とこちらの氷が一体ですから、結局はあのここを通ってるんですけど、あの流れとして物理的には。でも、まあ、直接行ってると。で、同じように、まあ、例えば私の会社ですね、グリーンピープルズパワーが、グリーンピープルズパワーが作った発電、あるいは、契約をしている、まあ、あのイージパワーの私自身の発電会社の電気であれば、これを直接、持ってくることができるという、そういう仕組みで、これがあの直線にこっちと同じようになる。ただこれが、フィットですね、固定価格買取制度、この電気ですとどうしてもこっちを通る形になります。実は直接持ってこれるのに、市場価格に、まあ、連動するという、そういう形になっているので、事実上ここを通っているのと同じ、そういう構造になっています。ちょっとあの、こっちが分かりやすいかなと思ったので出しました。で、今年1月の市場価格の高騰というのは、あのグラフにするとこういう感じで、これが12月ですけど、まあ、高くても50円ぐらい時々ピュンと出てるっていうぐらいのがですね、1月に入ってから、まあ、大体1月の5日6日ぐらいからガガガガッと上がり始めて、ここがあの最高点で251円。我々が電気売ってるのはですね、これはあの仕入れだけなんですけど、仕入れというのは、まあ、言ってみればあの電気の発電原価みたいなそっちになりますが、大体10円ぐらいで見てます。で、それが251円になったっていう、そういう、図になります。で、そうですね、この1月25日ぐらいも大体1ヶ月ぐらいになるんですよ、この高騰の期間。ずっと、まあ、高騰を続けたということです。で、なんでそんなことが起こったのかというとですね、ここにあの旧一電の玉出しって書いてありますけど、これは、結局この市場に、JPEX のこの市場にですね、ここにちょっと矢印がありますけど、ここに旧一電も電気をあの、出してるんですね。で、実はまあ細かく言うと出してこっちでもう一回買い戻してるので、そういう意味で言うとあの9割方はこう戻るんですけど、1割ぐらいここに戻ってそれをこっちが使うっていう、そういう構図になってます。で、これを正式な言葉で言うとグロスビディングっていうんですけど、まあそれはあの覚えなくてもいいと思いますが、とりあえず出していたわけですね、市場に。で、ところが市場に出すものを1月の12月26日にガーンと減らしています。だいたい3億キロワット減ってますね。半分とまで言いませんけど、半分近く実は出している量が、減ったということになります。だから半分近い新電力はこの分買えなくなったという
ことなんですね。それで、電気がないので、買わなきゃいけないというので、高値で買ってだんだん値段がつり上がっていったというのが一般的な施設です。で、問題はこれが1ヶ月間ずっと続いたということなんですね。で、この JPEX なんで、そういうふうに値段がつり上がったのかというのをちょっと説明をしますと、これ JPEX の、JPEX の、 卸電力取引所ですけど、そこでの値段の決まり方で、こっちの需要、こっちの需要曲線というのが、買いですね。だから新電力が買いに来た、そういう曲線で、こっちの赤いのが売りですね。旧1電が、売っている。で、ここはこの補修印のところで、約定していて、これ普通のパターンです。で、何が普通かというと、こっちが売りの量、こっちが買いの量、ほぼ一致してますよね。だから、ちゃんとバランスしてる。ということです。ところがこっちはですね、これ赤いのがこの売りの買い、需要の線よりもちょっと少ないですよね。これはどういうことかというと、売りを渋ってるという売り入札を減らした状況ということになります。そうすると、これ、需要の方もですね、高い値段で、約定しようとしているので、ここは上がってます。で、こっちが減ってますが、一番高いところで、この約定をしているという、ここでまず値段が、ここよりもここの方が値段が上がるという仕組みで、さらにですね、ここにはなんか色がちょっとついてますけど、買いはここまでですね、需要はここまであるわけですから、この部分に関しては買えなくなっちゃったんですね。で、これはインバランスというものになります。で、これはここの約定価格よりもっと高い料金を取られるんですね。で、だから、みんなここで、こっちに入りたいので、高い値段で、買いましたと。で、その結果、価格が高騰しましたというのが、説なんですけど、実はですね、もう一つありまして、ここにこれが実際の図です。さっきのは仕組みの図なんですけど、これが実際の図で、実際の図を見ると、ちょっと違うところがあります。何が違うって言って、これちょっと丸つけてるんですけど、この丸。これが12月で、まだ価格高騰のちょっと直前ぐらい、し始めたぐらいですかね。で、この1月14日の図というのがですね、もうど真ん中ですね。1月15日が最高値をつけた、そういう日ですので、その前日の図ということになりますが、ここに990円の買い札、999円で買ってる、言ってみれば会社があるわけです。で、それがこっち、12月の中よりもこっちの方が多いんですね。この丸つけたとかちょうどそうなんですけど、どのぐらい多いかって大したことないんですけど、250ぐらいですか、250メガワットぐらい、多いんですけど、それによって何が起こってるかっていうとですね、ここが大きい、この、売りの部分に対してこっちの買いこれが多いので全体を引き上げてる。だから競って高値をつけている以上に、もう最初からドガーンと高い値段をつけているやつが、たくさん買っている。これ誰かというと旧1電なんです。さっき市場に、電気を売りに入札すると。で、それを買い戻すというふうに私は説明したんですけど、9割ぐらい買い戻す。その買い戻す値段が999円ということになっているわけです。で、ここで増えているのは、これはまともに買い戻しているのか、買い戻しの量以上に買い戻しているのかっていう、そういう問題になるんですが、これはちょっと今日のグラフでは説明しないですけど、実は、出した量以上に買い戻しています。そうですね、売り入札した量以上に買い戻しているので、これが実は、価格を引き上げてたんじゃないか。だから新電力が慌てふためいたというよりも、実はさりげない顔をして、ここがですね、価格を釣り上げてたんじゃないのっていう、そういう構図にもなっています。これは技とか、結果そうなったのかは分かりません。それからここはインバランスになるということで、これ実際に、かなりこの時のインバランスの量よりも、これは実際ですけどたくさんのインバランスが出ていて、で、このインバランスはだいたい今の状況ですと我々請求されているのは分かるんですけど、この約定価格の 1.5 倍、そのぐらいの価格を請求されています。はい。で、これはですね、フィット特定卸供給の図になるんですが、
フィット特定卸供給というのはさっき、このグラフで言いました、あのここを通るやつですね、実はフィットじゃないやつは直接買えるんですけど、フィットはこの JPEX の市場価格連動ということでここの価格にあの規定されてるんですね。で電気は全部この送配電を通るんで、実は JPEX の中を通ってる電気なんかないんですけど、あの JPEX で価格がつけられてしまうということです。で、価格がつけられるので、結局これですけど、その最高値の251円の時、この小売事業者はですね、あのフィットの電気をですね、フィットの電気を使って消費者に供給している会社はですね、251円で電気を仕入れないといけないということになったということです。で、フィットの値段40円、これ結構高いわけですね。普通の、時の仕入れ価格って10円ぐらい、市場価格は10円ぐらい、もっと安い時も結構多いんですけど、そうすると、まあ30円ぐらいは、実は別の機関が補填をしてくれるので、この発電して売る側はですね、非常に高値で、売って、お金が入るということになるんですけども、買う側なんですけど、この小売が直接40円で買えるんだったらここは40円だったんです。ところが2017年に、電力自由化が始まって1年経ったところで、小売事業者はあのこのフィットの電気についてはですね、送配電買い取り、送配電事業者が1回買い取ってそれを、この市場価格で引き渡してもらうっていう、そういう制度になっちゃったんです。でそれしかないんです。で、だから自分で自由が利かなくて、この送配電が、一旦、買うんですけど、その送配電がこちらに売るときには251円で売るっていう、そういうことになる。で送配電は40円でしか買ってないんですよ。だからこれ利益です。この茶色い部分は利益ですね。送配電の、送配電って何かっていうと、旧一般電気事業者、例えば東京電力の送配電部門というのは東電パワーグリッドという会社になるんですけど、そこの利益として転がり込んでいます。そして、こちら側はここは全部損失ですね。通常の10円ぐらいを想定してますから、電気料金は。そうするとそれとの差額10円というのは、あの電気の仕入れ部分を10円として想定しているので、その差額が241円、これ全部損失ということになります。これはもうあの逃げられないということで、で実際あのフィットの再生可能エネルギーの電気を供給しようとしている会社の多くは市場 JPEX を使ってない会社もあるんです。だから実際にそことの何の関係もないのに、価格だけはこの価格を、強いられて大損をしているという、そういうのが現在の一つの状況です。で、この価格高騰により被害を整理すると、今のフィット特定卸業、本当これとばっちりなんですが、それによる大損害で、それから JPEG の薬状価格、これが、非常に、多分999円で引き上げられて、高くなった。そして、電気がなくなってインバランス料金を供給される、インバランスで電気を、供給されて、それの料金を払わなきゃいけないということでですね、この3つのことが新電力に起こっています。で総額で、この薬状価格だけで、1.5 兆円ぐらいというふうに言われてますので、多分2兆円を超える、そういうお金が旧新電力がお金を払って旧一電に入るという、そういう構図になってます。で私は資金移動というふうに呼んでるんですけれども、さすがにひどいので、経産省は今はこれを9分割で払いなさいと、一発ではなくて、9ヶ月分割してっていう、そこまでは来ました。問題はあるという認識なんですけど、じゃあチャラにしようとはまだなってません。で、そういう事態が起こったわけですけれども、じゃあそれに対して、これは再エネが働かなかったから、起こったことで、やっぱり原発だよねっていう、そういう声を上げている人もいるわけです。で、この図はですね、どういうものかというとですね、実は一番最高値の1月15日、何が、起こっていたかを見てもらうためのもので、真ん中がへこんでるんですね。
大体12時ぐらいが、50円ぐらいに減ってます。ここは251円なんですけど、すごく安くなってるんですね。これ何かっていうと、大体、太陽光発電がですね、5000万キロワットぐらいあるわけです、日本の中には。で、それが昼間ですね、目いっぱい頑張っていたってことですね。だから真ん中の、昼間時間、まあ、ここも大体その太陽光発電のカーブを逆さまにしたそういう形になるんですけど、結構この価格高騰を抑えていたということがですね、まあ、分かるわけです。そしてこの紫の矢印をつけましたけど、実は、政府が邪魔をして風力ができなかったんですね、この10年間。もしできてたら、そして5000万キロワットの風力発電があったら、この夕方とか朝とかこのピークも多分へこんだでしょうと、もしかしたら価格高騰自体なかったですよっていう、そういう、グラフだなということを皆さんに知っていただきたくて、でそれほど、再生可能エネルギーって実は力があるということです。で、ここで、話をまとめていきたいんですが、日本の再生可能エネルギーの、まあ、どのぐらい力があるかというのをですね、まあ、いつも私の講演の時に、出しているものですから、その図を持ってきました。で、これは環境省がまとめている日本の再生可能エネルギーの、ポテンシャル調査、まあ、ゾーニング基礎情報っていう、そういう言い方をしているんですけど、まあ、ポテンシャルの調査です。で、これが、まあ、とにかく、立地上ですね、風がどれだけ吹く、太陽がどれだけ当たるということで、割り出した、ポテンシャルです。だからまあ経済性とかですね、あるいは人に害があるとかですね、そういったことはあんまり考えないで、まあ入れたもので、大体日本の需要はこれだけですから7倍あります。日本が7つ賄えるっていう、そういう、数字です。これ環境省が言ってることですね。まあ環境省が言ってて、環境省が委託した調査会社さんたちが、調べた結果ということです。そしてこれ毎年やってるんですよ。で、こっちがもう少しリーズナブルっていうか、人に害を与えない、それから建設コストも妥当で、これならちゃんと事業として回るっていう、そういうレベルで抑えめたものを導入可能量と言います。これで 2.5 倍あります。で、この太陽光発電の中の半分ぐらいは実は農地です。だから荒れ地とかそういったものを、発電所にする。これもだから荒れ地をそのまんま太陽光で塞ぐんではなくて、その下は畑に戻して上で、太陽光をやるっていうソーラーシェアリング、それをやることでこのぐらいの、導入可能量ができる。で、それ 2.5 倍あるわけですから、こんな全部いらないですよね。で、これの、まあ言ってみれば、30% ぐらいの、そういう開発をすれば日本の電気は、賄えると、そういう数字になっています。で、それを、まあ、さっき言いましたように、もう究極的には送電線につながないみたいなですね、そういう邪魔を今しているわけです。ただ、小さな発電所、我々市民が作るのはだいたい49.5kW というですね、低圧って呼ばれる発電所なんですけど、それはさすがにですね、系統につながないというのはですね、あまりないので、それを全国に無数に作っていく。で、そういうその小さな発電所を地域に作って、その地域のユーザーが、まあ、使うと。で、これ間をつなぐのは、まさに新電力、我々が作った電力小売会社ということになります。で、この地域で、まあ、言ってみればこの発電とユーザーで完結させていくというエリアをたくさん作っていこうということなわけですね。で、そうすると、まあ、仮に災害でですね、送配電網が切れたとしてもですね、多少足りないことはあるかもしれないですけど、このエリアはですね、災害に強い、電気はなくならない、そういうエリアを作れるじゃないかというのが今の考え方です。で、これはここを束ねるですね、新電力というのがないと、できていかない。で、一番最初に、私がですね、まあ、発電だけでは、多分作れなくなるだろうと。で、逆に氷を作ると、自分たちのお金で発電所を作って自分たちのお客さんに電気を供給することができるという、そういうことを考えたわけです。さらに、まあ、今の流行りでいうと強靭な社会というのをですね、作る、そういうシステムにもなるなというふうなことで、まあ、今日終わりたいと思います。どうもありがとうございました。よいしょ。はい、どうもありがとうございました。まあ、竹村さんのその説明だと、
日本の、再生エネルギーのなんかポテンシャルっていうのが需要 の、 あの7倍ぐらいの可能性があると、導入可能量も 2.5 倍ということ、本当にそれが実現したら、あれですね、再生、エネルギー、再生可能エネルギーで発電した電力で、まあ、日本は回っていけるということですけど、まあ、この海藤さんもあれいいですかね、参加してもらって、はい、海藤さん、今竹村さんが話されたことは、はい、反原発運動、脱原発運動やってる弁護士グループも共通のその取り組みをやられてるんですか、それはそれはまた別なんですか。脱原発弁護団はやっぱりその裁判所の中の争いを主にやっているので、うん、ただ日弁連 の、 あの公害環境委員会のメンバーは自然エネルギーのその、制約している法制度をどういう点を改めたらいいかみたいな意見書を一生懸命作って提言なんかも してきているので、竹村さんのような意見の人は環境保護派の 弁護士の中にはたくさんいると思います。なるほど。竹村さんの最後の説明だと、送配電網がなくてもその地域のネットワークで停電しない、そういう取り組みができるんだということですけど、まあ、私たちが日弁連の時は東電がもうそれこそ破産するんじゃないかというようなことで、むしろ東電を解体して送電網を国家が買い取ってですね、それを再生エネの発電をされる方にも利用させるようにすべきじゃないかという議論をした覚えがあるんですけど、その送電を国有化するっていう議論は、竹村さんたちは一応 なされてることはなされてるんですか。まずいいでしょう、さっきの示した、はい、地域ネットワークっていうのはですね、実は自衛線を作るという選択肢ももちろんあるんですけども、はい、自衛線をわざわざ作らなくても今あるまさに東電の、ネットワークをですねそのまま使うことで、できるんですね。でただその制度的にそれを我々が勝手に使うという制度がなかったんですけど、実は今エネルギー強靭化法というそういう法律ができまして、その中には、送電線を売却するとか、それからレンタルするとか、そういうこと実際に書かれていてですね、でまたそういう事業を始めてる事業者さんもまだ数少ないですけど、2、3、日本の中に生まれてきています。だからできることであるというふうに思います、はい。それからね、ちょっとお聞きしたいんですけど、昨年 の、 臨時国会でですね、召集されたときに、まあ、菅首相が所信表明演説で2050年に温室効果ガスを排出ゼロにするんだと、こういう表明をされましたよね。でこれはまあもう世界的には世界標準としてはみんなそうなんですけど、日本っていうのはおそまきながらそういうような宣言をして、したわけですけど、そうするとまあそのためにも再生エネについてのをこう育てていくっていう政策が重要になってくるかなと思うんですけど、片方でどうも菅首相、今の内閣のあれは原発のエネルギーも一つの国エネルギーとして組み込まれてますよね。その辺をこの政府の今の2050年CO2 温室効果ガス排出ゼロという政策を竹村さんとか海藤さんなんかどう見てるのか、ちょっと意見を聞かせていただければと思うんですけど、まずは竹村さんどうでしょうか。ですね、2050年の、まあ、今まさにですね、日本第6次エネルギー基本計画を作ってる最中なんですけども、それに先駆けて去年の12月にですね、グリーン成長戦略っていうのが出されて、まあ、それがだいたい下が時期になるというふうに見てるわけですけど、再生可能エネルギー最大6割2050年にですよ、そういう政策になります。そして、
残りの 40% のうち 30% はですね、原発と、まあ、化石燃料、まあ、いわゆる石炭を、まあ、固定化して、それで、CO2 を固定化してしながら石炭を使うっていう、そういうような、あの、で、残りの 10% が、なんか今、全くあの影も形もない、水素とアンモニアっていう、そういう形になっていて、非常にあの現実性がない、政策になっているというふうに思います。ですから、まあ、もうなんか怒る気も起きないというか、まあ、夢物語を逆に政府は語って、政府としての夢物語を語っているのかなという感じですね。はい、で実際にはだから再エネで 100% っていうのは、2050年完全にできるというふうに、思っているので、結局はできない発電を置いてきぼりにして、結果再エネがガンガン伸びていくんだろうなというふうには思っています。はい、回答さんはどうですか、この今の政府の計画。いや、もちろんですね、再生可能エネルギーで 100% やれればいいと思います。で、まあ、少なくとも僕は石炭はもう早くゼロにしてほしいなというふうに思いますし、もしつなぎが必要だとしたら、まあ、LNG を少し使うということはあり得るかなとはずっと思ってきたんですけれども、でも、まあ、どちらかというと、もう、再生可能エネルギーの伸びがすごくて、まあ、ヨーロッパ、まあ、中国もそうかな、まあ、そういうところでも、もう再生可能エネルギーでやってしまうっていう状況になってきてるのに、やっぱり日本の場合は、原子力に対するなんか断ち切れない思いみたいなのがあってですね、でそこにその原子力をなんとか残したいっていう、それによってエネルギー政策全体が歪められているんじゃないかなというふうに思いますね。鳥村さん、どうですか。そうですね、まさに歪められてるんですよね。素直にこれ、こっちに進めばいいものをもう一生懸命引っ張ってなんかねじ曲げていくっていう、これもう何年もやられてますね。まあ、10年以上それが続いてますね。うん、はい、これは2050年ゼロ目標で、さらに2030年のまあ具体的な目標もヨーロッパ諸国ではもう立てられてるんですかね。それからパリ協定なんかもあって、そういうその排出、2050年に向けて温暖化、ガス排出ゼロっていうのはヨーロッパ流れはそうなってると思いますけど、まあ、ドイツなんかは福島原発事故をきっかけにもう原発、脱原発に踏み切ってるんですけど、このフランスなんかも全体としてこの、温暖化、ガスの効果ガスの排出ゼロっていうのは言ってると思うんですけど、フランスなんか原発なんかはどう扱おうとしてるんですかね。そうですね、フランスはね、やっぱり原発の国なので、まだヨーロッパの中では、原発依存をなかなか少ない国なんです。それでも、確か2050年にはもう再エネ 80% とかそのぐらいの数字を出していたと思います。フランスでも多分フェーズアウトしていく、そうですね、そういう流れであるというふうに私は思っています。やっぱりドイツなんかはですね、もう福島の事故より前からまた脱原発の政策を掲げていて、まあ、また原子力を少しやりそうになっているところにこの事故が起きたんですけど、もう10年でやめていくってして、その10年目が来てるっていうことなんでですね、そういう状況を見てると本当に心が焦りますよね。日本は何してんだというふうに世界中から見えてるでしょうね。先ほどの竹村さんの話だと、1970年頃は再生エネの分野で日本はトップ、世界のトップクラを走ってたけど、もう今は大幅に遅れてるということですけど、その中でも特に太陽光じゃなくて風力発電がすごく遅れてて、ということは、その具体的にはなぜ風力は遅れたんでしょうか。もう露骨に送電線につながないということなんですよ。風力の適地っていうのは、やっぱり、その海岸線でですね、風が強い。で、まあ、こう裏返して言うと、あまり人が住むのに適してないような、そういうところが多いわけですね。で、人が住んでないと何が起こるかっていうと、送電線がないんですよ。
でそうするとそこに風車を建てるとなると、まあ、送電線を引かなきゃいけない。でそれを、まあ、諸外国であれば当然これは電力会社側がですね、送電の会社側が作るものになるわけですけど、日本は全部風車の会社に要求しました。だからウィンドファームを作るのに、送電線の費用が300億円とかですねそこで諦めちゃうみたいな。でそれで日本の、風力発電のまず最初は、なかなかそれでもかなり その時はそれでも作れたので、進んだんですけど、その後ですね、この、フィット法ができた後何が起こったかっていうと、まず一つは、環境アセスメントですね。でまあ、これは悪くはないんですけど、アセスメント重要なので、でも結構時間がかかるアセスメントで、だから当然4、5年これで計画があったものが全部止められてしまった。だから太陽光はガーッと伸びたんですけど、風力は伸びなかった。で、さあそろそろできるぞっていう時に、今度は送電線のまた系統接続の容量問題っていうのが起こりまして、まあ、それを理由に止められてという、まあ、2段階3段階というふうに止められて、日本の風力は、太陽光に比べてそうですね、10分の1から20分の1ぐらい、5分の1ぐらいですかね、そのぐらいのまだ量しかないという。ただ今政府も洋上風力というふうに、舵を切った形になっているので、私は洋上風力はもう賛成ではないんですけども、風力ができていくという形にはなってきたかなというふうには思ってます。はい、それこそそういうような、まあ、国が大きな政策をもう転換するのであれば、はい、国も全面的に支援するとかそういう政策を取るべきだったと思いますけど、そこはなんか電力それこそ再生エネ業者の自力でやれっていうのは、国自身のやっぱり政策になってないということなんでしょうね。まあ、一言で言うとやっぱりですね、うん、原発を温存するために再生可能エネルギーに対してはいっぱいバリアを作って、うん、伸びないように抑えるっていうことが、その、うん、なんて言うんでしょうね、表向きにそうは言わないかもしれないけれども、明らかに そういうことをそのに狙ってるようなことを、その複雑な仕組みの中にそのビルトインしてやってきたっていうふうに言えるんじゃないかなと思いました。そうそう、表ではね、再エネ主力電源って言いながら、結局その裏ではというかですね、小さな現場の足元ではですね、いっぱいいじめて倒すみたいな、そういうことですね。だってまあ送電線持ってるのが結局原発を持ってる大きな電力会社で、まあ、今いくつかの会社に分社化したとは言っても、結局その送電網もその大きその一電っていうふうに言うの、まあ、要するに そういうものがバックにいるようなものなわけですもんね。だから本当に送電線自身が中立的なものにならないと非常に厳しいかもしれない。そうですね、本当にそれはね、早くやってほしいなと思いますね。完全な、うん、分離ですね、やってほしいですね。さっき内山先生言われたみたいに、別会社に売るというところまで国が求めるべきだと思いますね。ドイツなんかはそうしてますからね、うん、それでまあ今の、まあ、菅政権はそういう今の自公政権はそういう政策だと分かりましたけど、それに対抗する野党の方の一応原発ゼロ法案なんか出してるんですかね、うん、その原発ゼロ法案のこのコインの裏側っていうのは、こういう再生ね、を利用した電力をどう拡充していくかっていうことが重要になると思います、重要な政策になると思いますけど、うん、その辺は具体的な野党の方は政策なんか出してるんですか？もちろん原発ゼロ法案を出してやってきたはずなんだけれども、うん、まあ、ここに来て立憲民主党の枝野さんの発言がちょっとブレてますよね、うん、明らかにその、まあ、原発をその温存したい勢力に何か宗派を送ってるというか、そこは非常に僕は残念に思ってます。要するに国民民主党をやってる人たちと最終的にやっぱり合体したい、で国民民主党のその中心である連合
にはやっぱり大きなあの電気会社とかその電力総連とかそういうものがついてますから、そこに非常に気を使っているのかなと。でそこでその脱原発を早期に実現するっていうところが非常にはっきりしなくなってきている。あの一応今もその原発ゼロの法案を出していくという方針は変わってないというふうには言われてますけれども、あのその野党の再編との関連で僕は非常にそこはあの危惧感を持って、眺めているというのが実態ですけど、竹村さんどうですか。そうですね、あの立憲民主党 の, その原発ゼロ法案を、作るときにはあの手助けもあのしていますし、まあ、あの旧立憲民主党はそういう意味では割と態度がはっきりしてたんですけど、そうでしたね。あの今国民民主との、まあ、なんだろうあれは、合体というかなんか一緒になっていく流れの中で、非常にこう前の社会というものはですね、はっきりしない、そういうそのスタンスに、なってきてるなというのはあの感じます。これで、まあ、あの今日の議論にありましたように、もう脱原発を本当に実践しようと思えば思うほど自然再生エネルギーによるあの電力をどう広めて普及させていくのかっていうのが非常に大きな課題、しかも世界的な流れとしてはあの、カーボンニュートラルっていうのがあの脱炭素社会ということになってるわけですので、もう再生エネっていうのは極めて重要な位置になりますよね。それを具体的にどうするかっていうことなくして、うん、抽象的な脱原発だけでは前に進めないような感じがしますけどね。ちょっと僕は話が逆でですね、やっぱり原発やめるっていうふうに決めてですね、うん、それが国の方針になったらですね、うん、一気に再生可能エネルギーが進みますよ。うん、要するに原発があるからダメなだけでですね、なるほど、その原発をもうはっきりやめるっていうことをやっぱり国として決めないといけないって、うん、そこが残ってるためにいろんなことがおかしくなってると。だそういう意味でも僕は脱原発を一刻も早く本当にもうあの完璧に実現するっていうふうにしないと再生可能エネルギーで全部 その電源賄っていくというふうにもならない、うん、そういうふうに思ってるんですけどね。そうですね、あの結局その2050年よりももっと手前2030年にあのじゃあ日本は、電気を実は停電しないように供給していけるのかっていう問題があるんですね。でその原発もそれから石炭も、石油火力も、天然ガスもみんな実は老朽化してるんですよ。で本当はこう設備更新していかなきゃいけないんですけど、結局原発の新設っていうのはあのもちろん反対の方が強いっていうのはありますけど、お金すごくかかりますよ。あの今ものすごく高い発電方法なので、これをやるっていうのはさすがに電力会社もですね、そのリスクはなんか取れないんじゃないかなっていうふうに思います。それで石炭はもし仮に作ったとしても2030年までに世界の条約かなんかでですねもう運転禁止になっちゃいますよ。だからあの座礁資産になるの目がもうはっきりしているので、あのそれはやれない。でそうすると再現を抑えて石炭原発にというふうになっているとですね、2030年にあの日本電気足りなくなっちゃいますよ、うん、で何をしていないかというと、うん、もうほっといても再エネを作りたがっているわけですが、いろんな人たちが、ところが送電線につながせないということでできないわけですから、あの送電線をきちんと開放する。だから例えばもう古い原発とか古い石炭はあの少なくともね、あの、まあ、海藤さんは禁止って言えばいいっていうふうに言うわけですけど、まあ、そこまで言えないにしても送電線につなぐ優先権はないっていう、うん、それだけでもいいんですよ。もう送電線が入ってるその権利を剥ぎ取ってしまえば、あの再エネがつなげるんですね。あの極めて簡単なんですよ。なるほど、優先権を剥奪すればいいんだ、はい、そうです。それで再エネに優先権をあの与えれば、もうどんどん再エネは伸びます、ね。それはだから法律でそういうふうに決めればいいんだよね。それはもう法律で、今あのだから再エネって電気事業法ですかね、電気事業法でこれを決めればいいんですけど、実は電気事業法に前あった再エネの優先権あったんですけど、あの第5条にあったの、これ剥奪しちゃったんですよ、再エネから。で、それ全然騒がれてないんですけど、その時に。それも剥奪させる。そしてあの古い
古い発電所はとにかくもう優先権認めないっていうのを逆に入れるっていう、うん、それだけでかなり変わると思います、うん、なるほど、はい、いい提案ですねそれは、うん、野党もそういう、ね、提案をすべきですよね、はい、これは、まあうん、まあ今も立憲民主党のいろんな議員さんにはね、はい、できるので、ね、していきたいと思いますけど、そんなに難しくないんですだから、うん、なるほど。それからもうこれもちょっとお聞きしたいんですけど、最近の東京新聞で、まあ、ドイツ その脱原発政策とかなんかをシリーズで紹介してたんですけど、ドイツの方はその風力とか太陽光と同時に国家水素戦略ということで、水素をですね使ったエネルギー戦略というのを考えているようですけど、まあ、日本の方でもなんか水素っていうのはよく叫ばれるようになってるんですけど、この水素エネルギーについてはどのようにお考えですか、竹村さん。はい、私は別に水素を目の敵にはしてないんですけれども、うん、値段が高いエネルギーであることだけは確かなんですね。まあ、少なくともだから今からまた何十年か経てば水素を作る技術も変わって安くなるかもしれませんけど、2030年までに安くなるとは思えない。2050年でもまだ高いかもしれないという、代物です。で、ただそれをなぜヨーロッパが使うかというとですね、もう再エネが、まあ、特に例えばドイツとか相当に増えてますから、再エネの発電をまず優先してやるもんですから、需要よりも発電量の方が増えるんです。で、そうすると、まあ、日本では抑制って太陽光止めたりしてますけど、まあ、太陽光は止まらないので実は送電線との間を切るんですけど、その時にただ加圧して地面に捨てちゃうんじゃなくて、それで捨てる電気を使って水素を作るというのを実はヨーロッパでは始めていて、3、4年前に私が、ドイツに行った時にそのウィンドガスというのを、聞きまして、水素を作ってですね、でその水素を混ぜた、天然ガスをこれは燃やすガスとして都市ガスとして、供給しているということです。だから、まあ、そういう、まあ、いわゆる需要を超えてしまうときに抑制するのを捨てるんじゃなくて水素に変えるというそういうやり方は日本でもできるかなというふうに思ってますし、この電力会社でも、もし可能でやったらチャレンジするかなというふうには思ってます。要するに蓄電池みたいなもんだけどね、うんうん、だから、まあ、熱に変えるっていうそういう形ですね。でなんか自動車も電気自動車の後ですね、水素を使った自動車とか、それから東京都なんかも水素ステーションを支援するとかですね、よく都議会でもその水素社会、水素ステーションとクリーンなエネルギーとか、なんか盛んに水素っていう言葉が都議会を傍聴してると出てきてたんですけどね。そうですね、だから今言ったようにその再エネが余剰にあった時にそれを水素に変えるっていうのはいいんですけど、水素で動く車っていうことになってくると、その燃料としての水素はやっぱりどうしてもすごく高くなるので、私は普及は実はしないんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから自動車は多分無理で、モビリティ要するに移動に関して言うと電気自動車でもう十分ですね。これもっと電池や蓄電池安くなりますから、電気自動車の時代になるんじゃないかなというふうに思います。水素自動車は無理なんじゃないかなと思ってますね、はい、あと、まあ全体的なエネルギー政策とはちょっと外れるんですけど、まあ、海藤さん の、 先ほどの説明で、はい、損害賠償請求で東電はもちろん国の責任を認めた判決が出てきてるとか、はいはい、それからまあ東電の役員の刑事裁判も継続中だということなんですけど、はい、最近の報道では東電の柏崎刈羽原発でテロ対策の関係でね、侵入検知装置が16箇所故障してたというようなこと、非常にあまりにもずさんな
体制だったので、まあ、原子力規制委員会が、最近の直近のあれだと、同原発内の核燃料の移動を禁じる是正措置命令を出す方針を決めたというような報道とか、それからこの前地震がありましたよね、東部で震度6ぐらいの、はい、その時に福島、東電の福島第一原発の地震計が4ヶ月以上前に撤去されてたことが判明したとか、はい、あれだけの大事故を起こしてですね、本当に襟を正してちゃんとやらなきゃいけないのに、全然その証拠りもなくこういうようなもうずさんな体制が続いてるっていうのは、そのどうなんですかね。実を言うとですね、うん、今回の刑事裁判の対象になってるですね、勝俣さんっていう方は、うん、東京電力の中で損傷隠し事件というのが起きるんですね、うん、まあ、シュラウドとか そういういろんなところにひび割れがあるのがずっと隠されていて、うん、そのことを暴いて、そして自分より上にいた人を全部首切って自分が社長に躍り出た人なんですよ。ああ、そう。で、そしてその原発についてはその情報を隠してはいけない、ちゃんとそういうことは進んで言うようにしなければいけないみたいなことを唱えていたんだけれども、うんうん、実際には津波に関してですね、観光令敷いて絶対そのことが話題にならないようにして、どん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 対策をしないで、対策を5年10年先送りするようなことを一生懸命やっていたということが、うん、刑事裁判の過程ではっきり分かってきてるんですね、うんうん、だからそういう意味ではその東京電力のそのこの問題を先送りにしていくという体質っていうのはなんかこう治らないと思います、うん、でもう一つですね、その、まあ、東京電力はそういう形でサボるというのがすごくひどいんですけれども、うん、西のですね、原発を仕組んで関電というのはですね、もっと起きて、僕は今関電の刑事告発の事件もやってるんですけれども、うん、これはですね、要するにもう長年にわたって原発 その工事を高値発注して、それの上がりがその どんどんその役員のところに戻ってくる、うん、まあ、その原発工事費用の還流が問題になりましたよね。これ刑事事件になると思います。今一生懸命検察を捜査してるんですけれども、うんうん、そういうその、まあ、本当の意味での、まあ、腐敗事件っていうことですね、うん、そういうものにまで発展していてですね、やっぱり僕はでもこういうものを見ているとその原子力というもの自身が電力事業というか、まあ、こういう大きな企業 その、企業統治というんでしょうかね、そういうものを根本から歪めてたんだなと、うん、そういう意味からもやっぱり今後もまた原発を続けていくという その選択肢を早く捨てなければいけない、うん、やめるっていうことを電力会社が率先して決めてもいいはずだし、うん、国が決めてもいいし、自治体が絶対ノーだって、まあ、地元の自治体がノーって言えば動かないわけですから、そういうふうにしてその原発なしで自分たちはやっていくんだっていうことを決めればですね、竹村さんたちに対するね、いじめみたいないろんなことけれども、きれいさっぱりなくなっていくというか、やっぱり原発を残してる国はですね、やっぱり再生可能エネルギーが伸びないんですよ。そういう傾向ははっきりあると思うんですよね。そこは原発をきれいさっぱりこう手を切った国が成功すると思いますけどね。竹村さんどうですか、そこは。いや、まあ、おっしゃる通りですね。まあ、だからそれが、まあまあ、残っているというかですね、おそらく関連のことも総括原価方式に基づいて結局高値発注して自分のところにお金を還流してたということは、関連がやってたということはですね、東電も中電もみんなやってたというふうに私は思うんですね。証拠明るくになってないだけかもしれないね。だから、まあ、いわゆる電力会社 の、 まあ、いつもやってることであったっていう、それほど腐敗をしている、会社だったというふうに、会社たちだったというふうに、やっぱ思っていいと思います。で、それが、まあ、今もちょっと続いているわけですね。総括原価方式はなくなったけれども、さっき言いました送配電に関してだけ、まだ総括原価方式が残っていて、で、今、これはもう、
別の話題になりますけど、そこにあの原発事故の費用ですね、損害賠償とかそういったものを全部今あのぶち込んでるんですね。でこれは新電力もあの、送配電の、これを使う託送料金って払わなきゃいけないので、結局我々がその金を払わされている、で我々の消費者が、それを払わされているという、なんかね非常に都合のいい構図をですね、今あの作られているわけです。でこれはみんながもういい加減にしろっていうですね、そういう声をあのやっぱ上げるべきだろうと思いますね。はい、そうですね。あの、まあ、こあのまあ一般の民間会社とも違ったこういう体質があるような感じがしますよね。そのなんとなくあの殿様の商売みたいなね、うん、こういう大事故を起こしときながら証拠りもなくということで、それで あとなんかどうもこの間のあの東京電力この10年間で、いろんな廃炉の処理とか損害賠償とか除染の関係で 13.3 兆円ぐらいかかっているようですけど、はい、あと、まあ、あのまだ損害賠償とかいろんな廃炉に向けてのものすごい巨額なお金がかかるわけですよね。普通の会社であれば大体倒産で破産なんだけど、この会社っていうのは結局それを生み出すために電力料金に上乗せしてるっていうのは本当はあのけしからんなと思うんですけど、上乗せすれば潰れなくて済むわけですよね。あとあの、うん、先生かなりの費用が全部国から出てますからね。そんな、うんうんうん、国から出るっていうのは税金を使ってるってことですね。税金です。税金と電力料金で、うん、そういうものが出ていってるっていうことが非常におかしいですよね。うん、さんね、そこは正確に言うとね、税金というんじゃないんですよ。あの、うん、原子力損害賠償、支援機構、もう一つ入れると、うん、原子力損害賠償中ポツ廃炉支援機構というものが作られて、そこがですね、あの、まあ、金融機関からお金を借りて、そしてその東電が損害賠償するためのお金、それから事故処理をするためのお金、それをですね、あの東電に交付してやる。まあ、貸し付けてんだね。本当は貸し付けなんですけど、貸し付けすると、うん、あの債務超過になって、借りたお金は債務になるので、債務超過になるので、債務超過にならないように、交付でタダであの上げてるっていう形にしてるんです。ただ、貸した金ですから返せよっていうことで、返すお金がですね、一般負担金とか特別負担金とか、そういう名前で、これは一般負担金は東電だけじゃなくて、他の原子力事業者、あの関電とか、中電とかそういったところもみんなあの一緒にですね、あの払わされるということで返すということになっているんですが、でそこでその一般負担金に入れるお金とか特別負担金に入れるお金っていうのが、送配電の、会社の利益から出していいよ、あるいは送配電の経費にしていいよという、そういう今は枠組みになっちゃったので、正確に言うと送配電からそれを我々が取られているっていう、まあ、結局のところでは消費者が払わせられているという点では、うんうん、国が貸し付けてその金を消費者から召し上げているっていうのが、うん、あのでそのそれによって東電が賠償1円も自分は負担してないけど、東電が賠償しているような顔をしていると、で、偉そうに値切ってたりするっていう、そういうことなんですね。なんか そこのあれをもう少しリアルにあの本当はね、あの国民や市民の人に知ってもらいたいですよね。結局はそういうツケを私たちがね、電力料金って形で払ってるってことだよね。そうですね。これあのこの間ね、あの金森さんっていうあの立命館大学のあの会計学の先生を呼んで、実はグリーンピープルズパワーであの月1回のですね、オンライントークセッションっていうのをやってるもんですから、そこであのこの損害賠償のお金の話っていうのをやったんですけど、あの金森さんが言っていたのはですね、なんか交付になっていて、いわゆる貸したお金に、借金になってないので債務の方が増えないんですよ。だからあのいかにも東電は黒字会社のように見えるんですけど、その債務の方にきちんと入れていくとですね、もう結局さっき 13.5 兆円と言われましたけど、大体、まあ、11兆円ぐらいのそういう債務超過みたいな、そういう構図がね、あのちゃんと見えてくるので、あのまあ、東電を潰せと言わないまでも、そういう会計制度にしなさいというふうになると、ああ、こんなにやっぱり事故を起こしたらですね、債務超過するんだなっていうのがですね、
誰の目にも明らかになるんですけどねっていう、うん、そういう話をどういうふうにしないとダメだね、本当にね、うん、だからこれ我々の方でもう一つの、まあ、バランスシートみたいな、そういう形で東電のですね、うん、そういうのをこれから運動的にやっていこうかなというふうには思ってるんですけど、はい、まあ、そのアメリカの方はなんかその原発そのものがもう経費が高くてですね、そうです、お金がかかるもので、どんどんもう撤退をしなきゃいけないっていうのが、世界的な傾向になってきてるようですけど、まだこの日本はこの原発にねしがみついて、政府も明確に決断されてないっていうのは、ちょっともう世界、そういう意味でもちょっとずれてますね、世界的な流れと。まあ、でも実は日本もですね、海外にその原発を輸出しようとしてたのは全部総倒れになっちゃってるんですよね、うん、トルコへの原発輸出が2018年に停止になって、うんうん、ベトナムも止まったんですか、ね、ベトナムもインドネシアもみんな止まっててですね、うんうん、基本にやっぱり世界の市場の中で原発を輸出していくなんていうことは全く絵空事だった、うん、まあ、安倍さん一生懸命トップセールスやったと言われてるんですけど、うんうんうん、何にも成果を生まなかったって、まあ、そのことからやっぱり日本国民は気づくべきですよね、うんうん、でやっぱり原発にこだわってることによって失われてるものがある、うんうんうん、それこそ最初に竹村さんが言ってくれたように1990年代にフィット法を作ってれば、うん、日本は、うん、世界のトップランナーになれたんだよね、うんうん、それが変な法律を作ったために、本当に僕は10年20年遅れたような気がするんだけれども、うんうん、そこは本当に残念ですよね、うん、そういうことをちゃんと提案し、時点でドイツはもう始めてたと思うんだけど、ドイツの制度を見習ったことをやろうというふうにして一生懸命運動したんだけれども、それが実現できなかった、まあ、そこがものすごく残念ですね。それはやっぱり原子力を守るためだったんですよ。原子力を守るために自然エネルギーはそこで通せんぼされたっていうふうに思ってますけどね。あとまあ今日はその10年前のですね、福島第一原発事故からの話から始めたんですけど、もう福島第一原発の事故そのものが脱原発、反原発に舵を切る大きなきっかけになったし、最初の東京新聞をはじめとする地方紙の14社のアンケートでも脱原発が大体8割ということになったんですけど、まあ、それに加えて昨年からのコロナの感染ですよね、まあ、こういうような中でますます環境破壊とかそういうことについて環境汚染とか、それから先ほどの CO2 温暖化の問題ですね、関心が非常に高まってきてて、まあ、ヨーロッパを中心にグリーンリカバリーっていって、まあ、これからの経済再生っていうのは自然環境をちゃんと大切にしながらですね、そのリーマンショックの後のようなその経済成長戦略だとまた同じことが繰り返されますので、そういう世論、まあ、最近ではスウェーデンのグレタ・ツンベルさんですかね、女子高生なんかが温暖化問題を訴えて、まあ、それと一番マッチするのがその再生エネルギーだと思いますけど、こういうそういう環境の変化で訴えやすくなってるのかどうか、運動とかあれは どうですかね。ちょっと先生いいですか、うんうん、まあ、僕はまあ原発の方にすごくこだわってるんですけどね、うん、やっぱり原発事故が何をもたらしたかっていうことを正確にやっぱり国民 の認識としてきちんと持つ、事故はなぜ起きたのか、どんな被害をもたらしたのか、で、まあ、そのこと自身を正確に語り伝えなければいけない、で実はですね、今福島県に伝承館というのはできてるんですけれども、うんうん、先生もご覧になればいいと思うんですけど、うん、ひどい眺めなんですよ。ちょっとニュースでもやってましたね、でね、もうとにかくね、地震と津波がやってきて、その後原発事故が降ってきたと、自分たちは苦労したという、それだけなんですよ。要するになんか天才みたいな形で原発事故が描かれてるんですね、うんうん、
そのこういうことを起こしたことについて、そのどういう反省をしなければいけないかってことが全く抜け落ちてしまってる、うん、あの不十分とはいえね、政府事故調とか国会事故調を作ったわけだけど、うん、ああいうレポートの中での反省点みたいなものも全然展示されてないんですよ、うん、まあ、驚くべきそのなんか歴史的歴史忘却症じゃないけれども、うん、そういうものを福島県がですね、なんか55億円もお金使ってね作ったと。まあ、僕は この辺がもう本当になんか、あの福島県は自分たちは被害を受けたわけじゃないですか。で、これだけ被害を受けたのに、それをどうしてそういうことが起きたのかということをきちんとね、後世に語り伝えようという、そういう姿勢が欠けてる。僕は本当にちょっとこれ大問題だなと思って、まあ、実はそういうことをその、まあ、年末から一生懸命キャンペーンしてたんですけども、実はちょっと変化があってですね、ここ1、2週間、あの出てきてる情報では、あのそういう展示を少し付け加えると、僕らが言ってたような、ね、展示をね、付け加えてくれるそうです。また、その本当に付け加えたのか見に行こうと思ってるんですけども、うん、いずれにしてもですね、あのやっぱりその最高裁で国の責任を確立する。で、東電でこの事故を準備した人たちはちゃんと刑事責任を取ってもらう。そして民事責任も負ってもらう、まあ、そういうことを通じて責任のありかをはっきりさせて、でそのことをちゃんと語り伝えていく、でそれがやっぱり僕はあの脱原発政策っていうものを揺るぎのないものにしていく上ですごく重要かなと。でそれを一生懸命やって、でそしてあの自然エネルギーが伸びていくような、それの礎になればいいかなというふうに僕は思ってる。竹村さんどうですか。今福島の話が出ましたから、あのそれにつないで言うんですけど、うん、あの政府はですね、うん、再生可能エネルギーのメッカにしようとしているわけですね。で、まあ、あの巨大なメガソーラーとか、それからあの風力のですね、山の上とか海の中とかですね、まあ、いっぱいあの風力をあの作って、まあ、再生可能エネルギー立国みたいな、そういうことをやろうとしていて、もう一方で、まあ、さっきあの、福島の原発のですね、事故処理の話がありましたけど、あの結局あの、まあ、海藤さんも分かると思いますけど、あれデブリをですね、取り出すなんての別にあと10年でできるわけがないという、100年ぐらいかかるわけですよね。これを取り出すというふうに言って、でその汚染水は、あの辺りに、もう置いとけないから海に流すというふうに言って、でそのね、あの一番そのこう、原点にあるのは、あの実は、福島県が、その福島の原発の敷地をですね、永久に、まあ、そういえばあの廃棄物の置き場にするとか、そういったことは認めないぞ、どうしてもそこに人を戻すんだぞみたいな、あの周辺にね、そういうそのスタンスに立っていることから起こってきているように思うんですね。だから直視してなくて、でその次 の、 あの社会展望が描けていなくて、結局は、まあ、あのまあ、例えば汚染水に関して言うと、そこにあの巨大なタンク、ちゃんと水が入るタンクを置こうとするとですね、それは永続的なものになるわけですよ。もうだからその汚染水の置き場になっちゃう。でそういうことは認めないっていうことを、実は暗に福島県がですね、言ってるんじゃないか。でそれこそそれだったら海に捨てろって言ってるのは、あのもしかしたら福島県かもしれない。だからそこら辺がちょっとね、屈折してるんですよね。でだから、まさに福島県をもう一回しっかりさせる、県という行政をね、しっかりさせるっていうことはですね、いろんなものをもう一回こう元に戻すっていうか、あの筋を通させる一つの重要な柱かもしれないなっていうふうに、あの10年経って今見ていて思ってます。そうですね、改めて思いました。ひどいわけですよね、はい、うん、県政は重要ですよね。まあ、今あの福島県からなんか避難してる人は、まあ、まだ2万8000人ぐらいいるんですけど、うんうん、あの自主避難者と言われてる人たちにその住宅を立ち退かせたりですね、とどまってる人に対して2倍の家賃請求をしたり、裁判を起こしたりしてる。でそういう人たちがまださっきのデブリの問題、汚染水の問題もそうですけど、そういう避難者が現にあのいてですね、そして大変あの生活に困窮してるという
ことなんかが忘れ去られてますよね。まあ、さっきの伝承館なんかそういうことはあまり全然こう記録をしたり展示はしてないと思いますけど、オリンピックなんかもそういうところが、復興オリンピックというけど、その本当の復興がですね、全くまだ程遠い状況であるっていうことがを押し隠すように使われる危険性があるなと思ってるんですけどね。今なんとなくもう、ね、オリンピックをその福島からね、その聖火リレー始めるなんていう、うん、なんかもう偽善の極みというか、うん、もうな全然復興もしてないね、そのひどい状態になってるのをその押し隠すためだけにやってるような気がしますよね。うんうん、そうなんですよ。だからスタート地点、スタート地点そのものは多分除染してきれいになってたと思いますけど、周りはまだものすごい放射線高いですからね。こういうところにたくさん、まあ、選手を集め、子どもたちを集め、聖火をスタートさせたっていうのは、それ自体ちょっと犯罪的なことだというふうに思います。いやね、伝承館もね、全国から修学旅行案でちょっと集めてるんですよ。あ、そう。高校生がいっぱい来てるの。だからね、こんな危険なところに人集めてっていうのは本当に思いますよね、うんうん。僕らのような年配の人間行ってもいいかもしれないけどね、若い人行かない方がいいと思いますよね。うんうん、ちょっともあと残り少なくなって、ましたけど、なんか質問とかなんかが来ているのであれば、ちょっと清水さん紹介していただいて、お二人の質問とかなんかありましたら。はい、もう一つ。どうですか、はい。いや、たくさんいただいててですね、とても。あ、そう、あ、じゃあもっと早く、はい。いやいや、とても、なんていうの、コーナーを。はい、うん。じゃあ、どうぞ紹介してください。はい、もう時間も結構押してますので、いくつかに限定。はい、させていただきますけれども、まず一つ目がですね、やっぱりこの間の電力価格のですね、高騰に関して、やっぱり価格の釣り上げでですね、腹渡が煮えくり返る思いですが、なぜこんなことが許されるのでしょうか。そして、こうした詐欺的なやり方を取り締まるような法律ないし、仕組みっていうのはなかったのでしょうかっていう、やっぱり質問をですね、いただいております。取り締まる仕組みっていうのは、今のところどうなんですかね、竹村さん。ですね、結構ね、解明しちゃったんで、そういう意味で言うと、さっきの999円の問題なんかも指摘をしてまして、あれを例えば600円ぐらいに下げるとかっていう議論は実際にされてます。それから、インバランス料金もですね、実は高騰が起こる前に、いわゆる発電原価に大体インバランス料金っていうのは、準じるものでなければいけないのに、ものすごくかけ離れちゃったわけですから、かけ離れる制度になっていることを是正しようという議論は前から始まっていて、実はその最高ですね、上限を200円にするっていうのがその議論の中にあって、それをね、1月17日に適用するということを発表したのが1月16日で、その1月16日にガーンと50円に下がったんですね、251円が。だから効果が本当にあったわけです。で、それを、今、もうちょっと下げる80円とか、そのぐらいの議論がされてますので、制度的問題点は一応認識されていて、対策の議論はされている。まあ、完全なものではないですけど、そういう状況ですという。それと、やっぱり意図的なね、いわゆる売り控えというか、玉出しの抑えというのが、行われたんではないかということで、これは公正取引委員会も興味を持って、調査をしているということですから、何らかのお沙汰が出るという、そういう可能性は、ただ我々としてはやっぱりお金がね、何兆円も動いてますから、これの是正というのをまだ経産省は何も言わないということが、一番、困ったところだというふうに思っています。株取引なんかでインサイダー取引なんかやったら証券取引を違反で、対応するとか処罰するとかそういう規制がありますよね。はい、その電力価格のあれはそれに似たような制度とかはあることはあるんですか。はい、そうですね、やっぱりインサイダーというかですね、意図的な価格の吸い上げっていうのをやってたということを認定されたらですね、
これはまず JPEX のルール違反ということになりますし、それから公正取引委員会からはですね、勧告をされるということになりますね。で、場合によっては、だからそれこそ、日間の業務取り消し、業務停止とかですね、そういうのが出てくるというふうに思います。はい、じゃあ次の質問どうでしょうか。はい、で次は原発の訴訟の方ですけれども、伊方 の最高裁原発の判決に関して、是か非かの運動の内部で割れているという話がありましたが、これは一体どうして、こういう否定派はどういう点に問題を感じているのかというご質問です。というのも、この間ですね、やっぱりこの伊方原発 その立証責任が結局原発の側じゃなくて、こう住民の側にあるというような仕方で、ある意味最高裁判決を否定する形でですね、不利な決定です。高裁の異議審はそういう決定だったんですけどね、はい、だから、その伊方最高裁判決はやっぱり原発を一応認めてるという、だから事故の可能性のある原発はもう憲法違反で認めるべきではないっていうような、そういう論理、それも僕は一つ考え方としてあり得ると思うんですけれども、やっぱり日本の最高裁判所がね、その原発が危険かどうかを判断するときに、およそ原発はその憲法違反だっていう判断をするとは僕には思えないんですよね。だとすると伊方判決のように、じゃあ高度の安全性が求められている、でその安全性の立証責任は被告側が負っている、でそこの判断にその国 その裁量権というものを幅広く認めるっていうところは、僕は修正が必要かなというふうに思っていて、そしてその高い安全性が求められるというところには、やっぱりその実際に起きた福島の原発事故があまりにも悲惨な状態になりましたからね、だからそういうことは二度と繰り返さないで済むようなレベルの安全性というような形にすれば、伊方最高裁判決のバージョンアップ版みたいな、そういう法規範を打ち立てれば、日本は地震火山列島ですからね、ここにあるような原発はどれもやっぱり容認できないっていう判断になっていくんじゃないかなと、そういう形で脱原発を実際に司法の場でも実現していく。だけど司法の場だけで脱原発が実現できるとは僕も思えないんだよね。やっぱり国会の中で多数派を作るとか、地方自治体のレベルで、運転の再稼働に同意しないような運動を各自治体でやるとかですね、そういうことと全部セットにならなきゃいけないと思いますけど、東海第二原発だって実は周辺の自治体が反対してるわけですよね。周辺の自治体が保守的な首長がやってるようなところでも、こんなところでもう原発やらないでくださいってことを、かなり強く言ってる、そういうことがあったから今回のような判決も出たんじゃないかと思うんです。そういう意味で伊方最高裁判決っていうのは、やっぱり今 その日本の裁判官は受け入れやすい論理になってる、反原発の立場で書かれたものでないとは思いますけれども、だけどもこれを使っていくつもの原発を止める判断が出てきているので、これを使っていくということはかなり有益なんじゃないかなというのが僕の意見で、しかし良くない点もあるから、そこは直していこうというのが大体最大公約数かなというふうに思ってるんですけど、違う意見の人もいるかもしれませんけど。わかりました、ありがとうございます。もうそろそろ10時が近づいてきたので、あと、はい、大丈夫ですか、次の質問で、もう最後にさせていただきたいと思うんですけれども、これは竹村さんへ の地域電力地域ネットワークの話で、地域蓄電池の地域ネットワークだと、家までの電線をどうやって引くのかとかですね、どれくらいの規模の地域電力だと、地域ネットワークになるのかという、もうちょっと具体的なですねイメージをよければ教えていただきたいという話、質問でした。非常に素晴らしい質問ですね。はい、まず電線に関して言うと、さっき宇都宮先生との話で言いましたように、自衛線を引くっていうのを最初の構想ではあったんですけど、それすごくコスト高いんですね。だから今ある東電の送電線を、そのまんま使うと、借りて使うっていう手もあるし、それから今の新しい法律の枠組みだと、話し合いの中で、無償で使うっていう、そういう手もあるなというふうに、
思ってます。あの完全にあの独立してオフグリッドになるわけではなくて、行き来するので、まあ、あの東電側にお金が入るというそういう道もありますから、そこはだからあの、今あるものを使うというのが一つですね。それであのどれぐらいの規模かっていうのがですね、あの最低の規模として、蓄電池20キロワットアワーぐらいの、もので4件、これが最小でできるというふうにあの、まあ、あのだいたい計算をしていて、少し大きいものになっていくと、まあ、例えば100人とか200人とか、そういう町とかですね、で一応今私がシミュレーションしている一番大きいものでは人口1万人ぐらいの、町でですね、こういうものを作っていくと、まあ、電力の小売会社が作れるし、それから発電事業が作れるし、それからお金を集めるため の, あのファイナンス、事業が作れるし、でその全部で25人から30人ぐらいの雇用が作れてですね、お金が何十億円だったかな、まあ、あの30億円とか40億円とか、そのぐらいのお金を地域の中で、回すことができる。これは、まあ、電気代として、東電とか、燃料代としてどっかの石油会社とか、そういったふうに出ていったものがその地域のお金として確保できるっていうですね、そういうシミュレーションをしています。だからまあ最低4人から、今1万人ぐらいまで、でそれをあの全国ネットワークしていくと、もっと大きくなっていって、それが100万人とか1000万人とか、あのそういうふうに、作っていけると思います。でこれをもし本当に実現できたら、多分東京電力より大きな電力会社作れますから、本当に日本を変えることができるというふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、ではあの、まあ、ちょうどあの20時2時になりましたので、そろそろですね、あの本日の、まあ、イベントの方も、まあ、おしまいということにさせていただきたいと思います。最後に司会から一言だけ申し上げて、おしまいにさせていただきたいと思います。本日もですね、皆様ご多忙の中、多くの方にですねご視聴いただいたようで、スタッフ一同ですね改めて厚く御礼申し上げます。で、まあ、今後もですね、まあ、このチャンネルで、まあ、あの定期的にオンラインのトークイベントを行う予定ですので、まあ、ぜひご関心のある方はですね、あのチャンネル登録をして、あの引き続き、ご視聴いただきたいと思います。で最後にですね、まあ、あの終了後もあのしばらくこの動画のページを開いておきますので、まあ、本日のですねあのイベントが面白かったという方はですね、まあ、お気持ち程度で結構ですので、まあ、スーパーチャットの方ですね、あのカンパの方いただければと思います。またあのですね、まあ、あの本日あのご登壇いただいた竹村さんのですね、あのグリーンピープルズパワーの方もですね、ぜひご関心を持たれた方はですね、まああのまあ、調べていただけたらというふうに思っております。では、まあ、あの以上をもちましてですね、本日のイベントをあの終了したいと思いますが、まあ、宇都宮さんから最後に一言いただけるかっていう、はいはい、あ、じゃ あ, あの皆さんご苦労様でした。それからあの竹村さん、海藤さん、どうも今日はありがとうございました。あの海藤さんからは原発訴訟の最近の状況についていろいろ報告してもらいまして、やっぱりあの福島原発事故の後ですね、住民勝利の判決がかなり出てると、ぜひあの頑張っていただいて、最終的には最高裁で1992年のですね、伊方最高裁判決をさらにバージョンアップしたですね、あの判決をあの取って、原発、再稼働させない、原発脱原発の判断を確定させていただきたいと思っております。それからあの竹村さん の, あの再生エネルギーによるあの電力の問題、大変、興味深く私も今日初めて聞くようなことがたくさんありましたし、それからあのその自然再生エネルギー、再生エネのポテンシャルがですね、あの本当にああの拡大したら日本の、総需要の何倍もの電力を発電できるということを聞きまして、大変びっくりしました。そういう可能性を持ったあの分野だと思いますし、それ本当にあの国が全力を挙げてですね、こういうような取り組み、すでにヨーロッパやってる国が多いと思いますけど、やればですね急速にあの拡大する、まあ、下地素地があるんじゃないかと改めて、思いました。やっぱり脱原発っていうのはちゃんと運動によって実現できるし、新しいエネルギーを作れるんだという
確信が持てたんじゃないかと思っております。ただそのためには裁判もそうだし、そういう竹村さんの活動なんかも重要ですけど、それを、後押しするような市民運動とかですね、自治体の運動とか国政を変える運動っていうのはさらに重要になると思いますので、そういう運動についても一緒に、頑張っていけたらと思っております。じゃあ今日は長時間どうもご苦労様でした。改めてどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。どうも、はい、ぶつけマンスリートークセッション